バブル景気の慣れの果て、東京の奥座敷、鬼怒川温泉は廃墟だった。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。熱海、箱根、伊東、伊沢、那須塩原、鬼怒川温泉。関東近県には多くの温泉地があります。都内から通える距離のため、東京の奥座敷なんて2つ名も付けられています。ちょっと遠いけど行けない距離じゃない。コンクリートジャングルで疲れた体を癒すため、温泉旅館に泊まるってのも一興でしょう。本日は鬼怒川温泉に来ました。栃木県日光市にある鬼怒川温泉は、1691年に源泉が発見されました。ただその当時は日光詣に来た大名や僧侶しか利用できない温泉だったそうです。一般開放されたのは明治になってから。水力発電所ができた際に鬼怒川の水位が下がり、川底から複数の源泉が見つかったんだそう。1929年には電車が開通し、温泉地としてにぎわったそうです。熱海にはストリップ劇場やソープランドがあり、伊沢温泉には連れ出しパブがある。温泉地は本来温泉に浸かり体を癒すところですが、御養所という点では心も癒せる方が良いでしょう。心をねぎらう慰安施設が温泉地にはあるもんです。昭和の初めの頃、にぎわいのある温泉地ができればその手のサービスをする店もできたのでしょう。そんなところが鬼怒川温泉にもあったそうです。現在の鬼怒川温泉駅は少し下流にありますが、当時の駅は 1km 上流にありました。駅は残っておらず、当時使用されていたであろう階段があるだけです。こちらの黒金橋は、水力発電建設の資材運搬用として作られました。こちらには上半身裸の女性の像があります。この橋を渡った先にそういった店があったのを教えてくれてるのでしょう。対岸にはかつて色町がありました。対岸にあった色町は京町と花の町ってところでした。かつては遊楽園と呼ばれ、熱海をしのぐ歓楽街だったんだそう。対岸に近づくともう一体の落像を発見。近づくにつれて過激になります。こちらに京町があったそうです。現在はその地名はなく、この坂道の看板に名称が残っている程度。飲食店は数軒ありますが、普通の街並みで色町だった様子はありません。カラオケスナックがありましたが、地元用の飲み屋っぽいです。こちらには鬼怒川温泉ロープウェイがあります。このロープウェイの麓は、かつて花の町と呼ばれ歓楽街があったそうです。ここが歓楽街だったであろう場所。今は住宅地となっていますが、面影があります。和洋酒、金の屋と書かれてあります。酒屋なのか飲み屋なのか不明ですが、町の成り立ちを考えると後者なのでしょう。こちらは飲み屋っぽいですね。18歳未満立ち入り禁止の表示があります。少し高台にある隔離された飲み屋街。かつては人気のスポットだったのでしょう。この辺りは赤線地区だったのですが、それは売春防止法施行まで。施行後は普通の住宅地となったようです。つまり鬼怒川温泉には、熱海にあるような早期的な店はないようです。そもそも駅前にも飲食店は少なめ。特に飲み屋がそこまで多くないんです。鬼怒川の旅館は大きな規模のところが多いです。温泉で体を温めた後、下駄を履いてスナックに行くなんてことはせず、すべて旅館内で済ませるシステムなのでしょう。つまり女遊びも旅館内でできるってわけです。ホテルにはコンパニオンを呼べるプランがあり、わざわざ接客の伴う飲食店に行かずとも、接客をしてくれる女性をホテルに呼べるのです。そして中には過激なシステムがあるところも、いわゆるピンクコンパニオンプランです。要は出張セクキャバってやつでしょうか。そういったプランもあり、さらには一夜を共にできるってのもあるようです。すべてホテル内で済ませるので楽ではありますが、個人的にそれは風情がないと思うんです。ホテルが用意してくれる安心感はあります。
でも男の子は誰しも冒険者なんです。温泉街の怪しいスナックの扉、開けたいじゃないですか。鬼怒川ではその経験ができないのが残念です。このように鬼怒川温泉はお遊びスポットはなくなりました。色町が消えた後も鬼怒川温泉は人気でしたが、バブル崩壊により状況は大きく変わります。かつて流行った温泉地も時代とともに変化し、鬼怒川だけでなく温泉地の需要が低下しました。さらには円高により海外へ旅行する人が増え、アクセスしづらい鬼怒川の人気はガタ落ちでした。ホテルニュー岡部、鬼怒川観光ホテルの CM を流していたのに、もうその頃には人気が落ち始めていたのです。いや、人気が落ちてたからこそ、CM が必要だったのかもしれません。バブル崩壊後から2000年代の間に、鬼怒川の街は変貌を遂げます。こちらはホテルですが現在営業していません。鬼怒川には多くの廃ホテルがあります。2000年代前半に倒産したホテルです。鬼怒川にあった温泉旅館は銀行からお金を借りて設備投資をし、大きくする。このように自転車操業で大きくしたそうです。しかしバブル崩壊によりその状況は変わりました。客が減少していく中では借りても返済ができず、鬼怒川のホテルに出資していた足利銀行が債務超過により経営破綻となりました。返済の滞っていた旅館は新たな借り入れができず、温泉旅館が相次いで倒産したそうです。ホテルニュー岡部はホテル三日月へ。鬼怒川観光ホテルは大江戸温泉物語へ。このように清算されたところは新たなホテルへと生まれ変われたのですが、倒産後に所有者が夜逃げしてしまった、また権利者の所在が不明のホテルはそのまま放置されているんだとか。もうそれが始まってから10年以上。風光明媚と言われた鬼怒川の景色は廃墟が集まる廃墟温泉地となってしまいました。しかし権利関係が複雑のため壊すこともできない状態なのでしょう。そもそも行政代執行で解体できるとしても、解体費用は一棟あたり数億円。大きいのだけでも4つの廃ホテルがあり、小さい建物も含めるとかなり多くなります。倒壊の恐れが指摘され、さらには廃墟マニアによる不法侵入が後を絶たず、地元の人や日光市も頭を抱えている問題ですが、金銭面で折り合いがつかないため、このまま放置するしかないようです。かといってこのまま放置したとしても、廃墟はそのまま残ったままで何も変わりません。地震で倒壊すれば新たな被害を生むのでしょう。そうなる前に何かしら対処が必要ですよね。関東屈指の温泉地と言われていた鬼怒川。その名を取り戻すためには、これらの廃墟を改善するほかありません。ネーミングライツやクラウドファンディングなど、資金を集める方法はあるでしょう。国や行政が資金を出してくれれば良いのですが、撤去費用に税金を使うのは反発がありそうです。そもそも鬼怒川温泉を抱える日光市には、廃墟が複数あるそうです。ちょっと遠いけど、東京から車で通える距離にある奥座敷、日光。バブルの頃は建てれば客が見込めたのでしょう。市内には旅館やリゾート地。スキー場など、そのまま放置され手つかずの状態で残っています。こちらはメイプルヒルスキー場です。このスキー場は1990年に開業しました。映画、私をスキーに連れてっても放映され、1980年代後半からスキーブームがありました。この付近には複数のスキー場があり、シーズン中は駐車場が満車になったそうです。バブル崩壊後のスキーブームは続きましたが、2000年代前半にはスキー人口がピーク時から6割も減少しました。日光にあったこれらのスキー場も、1999年に運営会社が40億の負債を抱え破産、2000年に閉鎖されました。都内の企業が事業継続を模索したものの、採算が取れないと判断したのか、2004年にその話もつゆと消えました。自然の国有林に原状回復するとのことでしたが、それから20年経った今でも、施設設備が残ったままです。このように世界遺産のある日光には、バブル期に建てられた負の遺産が残っています。
それらを観光資源として使えれば良いのですが、老朽化による倒壊の危険性があるため、そういうこともできないのでしょう。この問題は日光市だけでなく全国で起こってます。バブル期の負の遺産問題だけでなく、13% 以上が空き家で全国的に増加しています。原因は少子高齢化と相続で放置された建物。多くの団塊の世代が奇跡にいるタイミング。そのため土地建物が相続されているようです。当時高くても今では二束三文にすらならないバブル期に買ったゴミみたいな土地建物が放置されたままとなっているのです。今後、空き家問題が加速化することを鑑み、空き家等対策特別措置法が施行されました。これにより強制代執行が可能となりましたが、解体するには費用が必要です。結局はお金の問題に直面するのです。鬼怒川温泉のように金銭面で解体できない状態になるのです。そのため今後は家電リサイクルと同じように建物にもリサイクル料を取るのが良さそうですね。解体保険を用意すればこの問題は解決します。まあそもそも固定資産税払ってるんだからそれでどうにかしろって話ですが、本日は日光の鬼怒川温泉を散歩しました。鬼怒川温泉はこんな感じで廃墟だらけですが、それはほんの一部です。それを避ければ良い温泉だし、コンパニオンパックプランもあるんです。体も心も休めたい場合はぜひ鬼怒川温泉へ。いろいろとリフレッシュできると思います。ちなみに私は足湯にすら浸かりませんでした。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。